はい、皆さんこんにちは、チャレさんです。なんかね、天気予報がね、ずっとぐずつくっていう予報だったから、今日はもう全然バイクに乗る予定を入れてなかったんですよ。で、まあ今日は家の用事したり、のんびり過ごして、ちょっと時間ができたので、モンキーで、近所うろうろっとしてみようかなと思います。まあポケットにね、ルミックス、入れてきたので、ついでにちょっとこうご近所撮影旅行じゃないけど撮影旅行で散歩だな、散歩って感じで、はい、走ってます。まだね、このモンキーね、全然修理に出してなくて、例の事故のやつもね、なのでスピードも出せず、すごくまったりのんびりと走っている感じで、今日ね、まあこうやって結果的には天気がね曇ってて、薄曇りでね、こう晴れ間っていうほどではないんだけど、ちょっと薄曇りで日も軽く差してる感じではあるんだけど、まあ、花からの天気予報はずっと悪いって話だったので、もう前もってバイクの予定を入れておくとね、気持ちは高ぶってくるんだけど、週末が来ると高まってくるけれど、だけど実際雨が降ったらがっかりするじゃないですか。いや、行こうと思ったのにって。なので、週間予報で週末が確実に天気が悪い時はね、もう予定を初めから入れないようにしてるんですよ。がっかりするのが嫌だから。はい、柿打ち通り、ちょっとこっちの方の、海なんとかっていう海天狗、海天狗、なんかそんなんがあるんですよ。開放時とかね、なんかこれ気になるんだけどね。ちょっとこの辺界隈をちょっと回ってみて写真を撮りたいかなと思います。どこにお社があの辺にあったと思うんだけどな。ちょっと写真、ここらで海の写真を撮ろう。港の写真を撮りたい。よいしょ。はい、海神宮ですね。はい、被爆建物って書いてあります。はい、海神宮ですね。あんまりね、この辺界隈はね、僕の生活圏じゃなかったので知らないんですけど、ちょっと見てみると、ここに「おかえりなさいすずさん」のポスター貼ってありますけど、はい、この世界の片隅のすずさんのご実家はこの江波という地域ですね。はい、この辺がご実家ということです。なので「おかえりなさいすずさん」のポスターが貼ってありますね。こちら被爆建物というふうに書いてあります。海神宮、爆心地から 3.3 キロですね。まあでもすずさんのご両親とかが亡くなったっていう設定だったですからね、ここら辺でもね、そういう被害だったんだと思います。はい、次行ってみたいと思います。いやー、なんかあったかいのかな。あったかいんだよね、きっと。これ今グローブ外して撮影したけど、そのまんまスタートできるよ。はい、この江波という、はい、この江波という地域はね、柿打ちで有名で、はい、多分この海沿いの道なんかは昔の道なんだろうと想像はします。はい、こちらは今江波の港の方に来ています。ここね、この世界の片隅にのすずさんの、ご実家のあった江波という地域になります。はい、こんな感じで牡蠣のね、水揚げをしてかき打ちをするので、かき打ち通りなんて呼ばれます。この辺の道路をね、かき屋さんたくさん多いです。はい、であと海苔の養殖とかね、さっきもちっちゃな商店で新海苔入荷しましたみたいな張り紙がしてありました。はい、もうほんと広島市内なんですけど、ちょっと海の色見ます。海の色こんな感じです。じゃじゃーん、透明です。はい、まるで、プールのような底が見えるこの透明感、分かりますでしょうか。はい、ほんとね、向こう見るとあんな風にね、ちょっとアップしますよ。ビューって向こうはもう工業地帯であったり埋立地だったりがあるんですけど、そんな中にあるポツンとした港なんですが、このように海はとても綺麗です。はいはい、さっきもね言いましたけど、天気がねいまいちの時はね、週末にねバイクの予定を入れないんですよ。やっぱりだんだん週末に向けてね、こうバイク乗るぜってテンション上がってくるところ、上がってくるじゃないですか。それが、いざ休みになると天気悪い、雨降りそうとか、いや道路濡れてるとかなるとがっくりするじゃないですか。なのでもう週間予報で天気悪い時には予定を入れない、それが大体僕のパターンなんですけど、その中でね、今日みたいにね予定入れなかったら「おい天気悪くねえぞ」みたいな、あったかいしみたいな日はありますよね。がっくり、これ逆のがっくりはねあるよね。その代わりこうやって近所をねブラブラモンキーとかでね散歩したりとかね、カメラ持って散歩したりとかね、あとバイク掃除したりとかね、整備したりとかね、そういう風にもう割り当てるようにしてます。で僕の中で最も尊敬するライダーってどんな人かっていうと、雨でも乗る人ね。もう全然関係なく、雨風関係なく乗る人ね。風は乗るけどさ、雨は乗らないよね。雪は乗れないとしても、雨でもカッパ着て乗ればいいじゃんっていう人何人か知ってますけど、もう尊敬に値する。僕には無理って思います。はい、やむを得ず出先で振られてカッパを着て帰るとかはあるよ。だけど朝から雨降ってるのを承知でカッパを着て乗って出ることはないね。もうその辺がねできる人っていうのは僕の中ではやっぱり、もうほんと感動しますね。ちょっと江波皿山っていうところ登ってみたいと思います。ここはあんま来たことがない。どうなってんのかよくわからない。はい。で一応ねそういうことは思うんですよね。皆さんはどうなんですかね。雨でも今日が休み、今日しかない、雨降ってるけどバイク乗るわって出ますかね。僕はないなぁ。ちょっとないですね。ここなんか肘山の裏の山の道みたいな感じだね。昔からあるんだろうね。この横のこのなんていうの、ガードレールがあるの石とかね、昔ながらだろうねこれきっと。なんかこう肘山っぽくてなんか懐かしい感じがする。いや楽しい楽しい、好きだなこういうとこ走るの。いや楽しい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 ねえ。本当に雨でも乗れる人とかは本当感心するよ。すごいなーって。いやこれ道がどういう作りになってるのかわからないのだが。ここで行き止まりなんだ。さっきの下から見上げた階段がここなんだね。はい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 。この先どうなってるかちょっと行ってみようね。よいしょ。はい、ちょっと江波皿山の車で来れる終点のとこまで来てみたら、こういうもっと先に歩いていけそうなとこがあるので行ってみたいと思います。どんな感じのとこなのか、ここ初めて来るのでよくわからない。やっぱりね、こういう広島市内にあっても生活圏、自分の生活圏じゃないからさ、わからんよね。あ、人いる。邪魔しちゃ悪いな。まあ、とりあえずは、ここまで行ってみたいと思います。おお、眺めいいよ。ほら。感じなんだ。ここ上がるとどうなるのかな。ちょっと行ってみましょうかね。せっかくなので。はい、ちょっとこの脇を上がってみたいと思います。こういう時にさ、このルミックス活躍してるよね。動画撮るのもね。やっぱ全然こっちの方がいいもんね、画質。江波皿山公園って書いてある。ここに。ちょっと行ってみよう。はあはあ言うはあはあ。苦しい。はい、江波皿山公園です。あ、こんな感じなんだね。肘山の上の辺とよく似てるね、やっぱ。景色はあんまり見えない。木が生い茂ってて。はい、江波皿山公園を散策今ちょっとしてもう帰ろうかなと思うんですけど、なんか汗ばむぐらいあったかいよ、本当に。こういう時にいやーバイクの予定入れてなかったのが残念とかって思っちゃうよね。まあでもそんなもんですね。まあ、今月はいっぱい乗ったからもういいのにいいってことにしましょうよっていう感じではあるんですが、はい、なかなか眺めがいいじゃないですか。はい、ということでね、何の話だったかっていうと。天気に関係なくバイク乗れますかっていう話だったんですよ。僕はね、基本的には気持ちよくオートバイを楽しみたいので、天気が悪い日は乗りたくないです。はい。やはり天気のいい時に乗って気持ちよく、気持ちをリフレッシュさせたい方です。はい。まあ、もちろん乗るの大好きだけどね、乗るのも整備するのも大好きだけど、やっぱり天気が悪いと、ね、できないこともあるので。はい、ということでね、思ったよりも天気が良くなってしまったので我慢できずモンキーで近所を散策してしまったという動画でございました。はい、また次の動画で懲りずにお付き合いください。ということで今日はこの辺にします。ではバイバーイ。